いやー、プロモーションリール2024。今年もとんでもない展開になりましたね。 いや、マジで嬉しいんですけども、今回これほどの最新情報が解禁されたということで、さすがに多すぎるので、2本に動画を分けて投稿していきたいなと思います。今回は映画に関してお話ししていきます。さあ、ということで、なんと特別上映が今年も決定したわけなんですけども、2024年の 2月の2日より全世界でなんと劇場版の公開が決定いたしました。いやーまたですか。いや、とてつもない、本当に嬉しい展開なんですけども、 はい、えー、今年の映画のタイトルがですね、ワールドツアー上映、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古へとなっております。まあ今回ね、キービジュアルの方が、まあなかなかかっこいい、えー、そんなね、展開となっているんですけども、えー、内容がですね、えー、刀かしの里編の第11話最終回が60 分と柱稽古編の第1話先行公開が60分となっておりますえー、今回ね、えー、合計2時間の映画に、えー、なっているわけなんですけども、えー、柱稽古編の第1話がもうね 2月に見ることができるというえかなりえ嬉しい展開となりましたねで今回公式さんからの内容発表がこんな感じでえ本作は刀鍛冶の里を舞台に炭治郎と上弦の四 ンンテングとの激闘とネズコの太陽克服を描いた刀架子の里編第11話の劇場初上映に加えて来る鬼仏寺無残との決戦に迎えた柱稽古の開幕を描く柱稽古編の第1話を世界初公開となっております。でさらにそして 今回も劇場での上映に向けて本編映像は前編 4K アップコンバートを行いさらに前編の音楽を5.1チャンネル7.1チャンネルとフォーマットに合わせて形にすることで劇場での鑑賞の最適化を行っていますと。ぜひ新たな劇場体験を お楽しみください。という感じでね。いや、もうこれはね、見に行くしかないというか、映画ならではの良さっていうのを楽しめる、そんな映画となっているんですよね。で、今回ですね、キービジュアルの方が公開となっていたんですけども、まずは全体像こんな感じね。うん。 えー、去年と比較しても、まあ、なかなかにかっこいいビジュアルとなりましたねで。去年は上限集結だったんですけど、今年は柱が集結ということで、えー、対比になっていてね、えー、かなりいいんじゃないかなと思います。で、今回個人もね、えー、見ていくんですがあ、まずはイグロ・オバナイ。うーん。で、続いて、品津川・サネミ。うーん。で、続いて、 忍うーんで続いて富岡義勇うーんでそして愛媛島さんを含む5名の剣士いやーかっこいいっすねで続いて渦井天元いやーなんか変わってますねでそして甘露寺光うーんで続いて品津川玄也うーんで続いて はしびらいのすけとあ妻善逸、あがつまぜんあれ今回登場ですね。で、そして、えっときと無一郎を含む、6名の剣士。いやー、かっこいいっすね。うーん。で、最後が、かまどたんじろうねずことなっております。いやー、今回ビジュアルがね、めちゃくちゃいいですね。うーん。はい、ということで、 え今回ねえ舞台挨拶が世界各地でえ行われるみたいなんですけども東京ニューヨークソウルメキシコシティシンガポールジャカルタパリロンドン台北香港と10個の都市でなんと舞台挨拶が行われるんですよ。で今回我らが日本 東京の舞台挨拶はこんな感じなんですけども2024年の2月の2日金曜日公開初日は東方シネマズ日比谷にて花江さん紀藤さん 下野さん、松岡さん岡本さん高橋さんの6名で舞台挨拶を行うみたいですね。でそして2月の3日土曜日の方は東方シネバス日比谷にて櫻井さん小西さん川西さん早見さん花澤さん鈴村さん関さん杉田さん高橋さんのなんと9名で。 今回、柱が全員集結、しかも、桜井さんがいらっしゃってね、舞台挨拶を行うみたいなので、いや、さすがにこれに関しては豪華すぎる展開となりましたね。で、今回、日本の映画館では、ライブビューイングもね、行われるみたいなので、日比谷に行かなくても、まあ、楽しめるね、そんな展開となっております。 さあ、そして、最後は、前売り券情報なんですけども、12月の22日の金曜日より、映画をお得に見られる、前売り券の発売が決定いたしました。アムビチケカード型、前売り券は、今回の上映のために書き下ろしたキービジュアルを使用し、全3種類をいたしました。で3種類合わせると、1枚の絵としてつながるね、デザインとなっております。 ちなみにこちらは全国の映画館やコンビニ、そしてネットなどでも手に入ると思うので、おのおの調べてゲットしてみてください。さあ一応ですね、映画を見に行かれる方は一般1500円と500円お得なので、必ず買うことをお勧めいたします。東方シネマズの一般料金は2000円なんでね。 本当に安いんですよ。はい。ということで、え今回映画情報に関しては、こんな感じです。さあ、まだまだ最新情報は続くのでえ、次回の動画をお楽しみに。では、高評価、チャンネル登録、お願いいたします。うっばーい